はい、今日のセカンドチャンネルの動画は遊戯王カードを開けていきたいと思います。ついに発売されました、こちら遊戯王カードクォーターセンチュリークロニクルサイドユニティ、紫色のかっこいいパッケージになってますね。封入されているカードが全200種類、めっちゃ多いな。クォーターセンチュリーシークレットレアカードが1種類、1枚しかないの。ウルトラレアカードが80種類、スーパーレアが119種類、一箱で200種類全部は揃いません。ウルトラレアカードとスーパーレアカードにはシークレットレア仕様、クォーターセンチュリーシークレットレア仕様のカードが存在します。で、全カードのうち60種にはアルティメットレア仕様のカードが存在しますと。なるほどね。クォーターセンチュリーシークレットレアを当てるのが目的になると思います。これなんか俺ネットで見たんだけど、すごいヤバいカードがいっぱい入ってる気がするのよ。ヤバい、うわエモいね。ブラックマジシャンとかエレメンタルヒーローネオスとかスターダストドラゴン、ホープ、オッドワイズ、あ、歴代主人公とかの感じなのかな。あ、と思えばアーゼウスとかメルフィーズ、ライトロード、あー、なんか超融合とか使えるカードもたくさん入ってるな。25周年記念のパックということで、歴代キャラクターたちが使ったカードやその時代ごとのデュエルシーンで活躍したテーマやカードを中心に、遊戯王カードの歴史に名を刻んできたカードを収録。すごいねこれ。確かになんか懐かしい。遊戯王カード結構ガチでやってて、その時使ってたようなカードも入ってた気がする。レアカードなんだろうな、先に調べておきたいね。うわやばい、ブラックマジシャンガールが入ってるらしいです。それのクォーターセンチュリーシークレットが1位らしいですね。あ、ブラマジとかも、オッケーオッケー、なんとなく当たりが見えました。いや、これやばすぎでしょ。うわ、欲しい。これやばいね。やばいっすね、そのデザイン。まあ、ブラマジガールが出たら大当たりっぽいですね。はい。ちょっと人気すぎて2箱しか確保できなかったんですけども、僕はこの2箱で世界の門を開きます。まあけどなんか思い出深いカードが多そうですね。遊戯をやったことある人だったら懐かしいとか思うカードも入ってると思います。早速開けていきましょう。はい、では2箱開けていきましょう。まずはこっちからいきますね。まあ15パックだから本当に一瞬で終わりそうなのが残念ですが、うわー、紫っていいねー。で、なんかこれ第2弾、ユニティともう一個なんだっけ？このパックがですね、今、サイドユニティって書いてあるんですけど、来月、3月もまた別のユニティじゃなくて、プライドっていうのが出るらしくて、2ヶ月連続で記念パックが発売されるらしいです。ユニティってちなみに、結束っていう意味があります。いやー、記念ってことは、期待していいんですよね。では早速、1箱目、15パック開けていきたいと思います。さあ、頼む。懐かしのカードとか出るんだろうか。いきますよ。はい。懐かしい。ケイガンの魔術師だ。めっちゃ使ってたペンデラムの魔術師デッキの時。夏。うわ、レイドラプターズネスト。懐かしい。スターダストドラゴン。はい。うわ、ファントムフォグブレード。そう、懐かしい。ここら辺3枚とかアーク5の時のカードですね。スターダスターもみんな知ってると思いますが。なるほど。この手のカードがどんどん出てくるということですね。さあ、どんどん行きましょう。2パック目。はい。わ、パラレルエクシードだ。これはリンクのサイバーストックだね。そうですね。お、オットエズアブソリュートドラゴン。ウィン。精霊使いも入ってるんだ。次か。はい。これレリーフレアかな？アルティメットレアかな？希望をアストラルホープ。希望をホープのなんか影みたいな。かっこいい。なんて光り方してんだ。いやー、アルティメットレアもやばいな、光り方が。3パック目。チョキ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 。頼むぜい！ジャンクコンバーター。はい。サテライトウォリアー。ちょっと僕が知らない。封印の黄金室はみんな知ってるだろうな。はい。IP マスカレーナ。かわいい。そうか、ラスト1枚は祝確定っぽいから、どこかのタイミングできっと、クォーターセンチュリーシークレットが出てくるはず。それが何かっていうところでしょうね。次いきます。ナッツ！悲願だっけ？ガトルホックだ。悲願懐かしい。イラストめっちゃいいんだよな。星さんでエクシズして、ダンデを出す。うわ、デストロイフェニックスガイ。これは遊戯王カードの歴史史上かなり、やばいと。歴史に名を刻んだ最強カードです。あ、フォースストリックスもレイドラプターズの強いカード。はい。懐かしいレディディバッカー。サイバースデッキに入るリンクのモンスターですね。やばい、なんかアニメっぽいカードもあるかと思いきや、結構、昔使ってたデッキの環境デッキに必須だったようなカードとかもどんどん出てくるな。さあ次です、見ていきましょう。スターダストトレイル。スターダストのカードなのかな。はい。フォーミュラシンクロン。はいはい、シンクロの要です。懐かしい。ファントムナイトサイレントブーツ。はい。これは祝か。ドキドキする。暗影の精霊使い、ダルクの祝ですね。いやー、霊使い入ってるんだったらちょっと
またやばいね。で、期待のクォーターセンチュリーシークレットとか引いたらもう宇宙待ったなしです。さあどんどん行きましょう。はい、おホープの赤ちゃんみたいな人出てきた。ライトロードの裁き、アロマセラフィージャスミンナッツ、懐かしカードだ。はい、光の援軍、ライロの必須カードだ。さあどんどん行きます。さあクォーターセンチュリーいつ来るんだ。来ないとかないよね。これっぽくね。絶対これだ。光り方がもうなんかおかしいもん。一番後ろだけ。あとで見ます。さすがにすぐ見るとこの後萎えそう。クォーターセンチュリーは最後に見ましょうか。はい。今カード懐かしいもん。うわ、レイドラピッツ、アーセナルファルコン。メルフィーラッシー。かわいい。え？ギアタウンとかも入ってんの？すごいな。パラレルエクシードの宿。次。はい。待って、これも光り方怪しいけど、え？待って、クォーターセンチュリー何枚入ってる？ちょっと俺の見間違いじゃなければこれ2パック入ってる感じあるけど、これとこれ、ちょっと待って、2枚箱とかあんの？クォーターセンチュリーなんか今体感2枚出てる気がします。ちょっと今のパックも後回しで最後にその2パック見ましょう。え、クォーターセンチュリーシークレット2枚入ってることある？あ、これは普通だよな。ゼアルコンストラクション、アロマセラフィーズフィートマジョラム、かわいい。ああ、フュージョンディスティニー。やばいカード入ってるな、サイバースウィッチ。え、クォーターセンチュリーシークレット、3枚とか出ないかな。わかんない。そもそもあれがクォーターセンチュリーシークレットなのかもわかんないんですけど、見ていきましょう。バニシング・レイニアス。うわ、ペンデルマジャン、懐かしい。最強カードだ。残機も入ってるね。ギアタウン。さあ、どんどん行きましょう。チョキチョキチョキと。行きます。はい。これレリーフっぽいかな、光り方が。うわ、懐かしい。ライト・フォート・ジャーマン・ルミナス。ファントム・フォース。うわ、エレクトラムだ。イカチュー、このパック。あ、フェニックス街のレリーフ、アルティメットレアですね。かっこいい。1ボックス目、残り3パックになりました。開けていきますよ。はい、チラリ。うん、大丈夫。うわ、夏。ライトロードビースト・ボルフ。サイバネット・コンフレクト。あ、アストラル・フォープ。おー、アンティーク・ギア・ゴーレムの宿ですね。え、アンティークギアデッキとかちょっと逆に今いいよね。そういう古いデッキ。さあ、残り2パック開けていきましょう。はい。マジシャンズロッド。お、ドクロバット・ジョーカー。サイバネット・コーデック。リンクリボー。汎用カードもしっかりと入っています。さあ、ラスト1パック開けていきましょう。ほい。アンティークギアフュージョン。おー、誰？俺ヒーロー疎いんだよな。トリニティ。あ、ベアトリーチェ。悲願の V ジャンプについてたカードです。はい。シトークの魔術師も入ってるんだ。なるほど、ありがとうございます。ではさっき見なかった2パック続けて見ていきましょう。俺の見間違いじゃなければね、多分2枚入ってんだよな。では見ていきましょう。ファイアウォールディフェンサー、バックアップセクレトリー、ゼアルウェポンのうなき。はい、え、これはクォーターセンチュリーレアのメルフィーパピーが出ました。かわいい。遊戯王カードとは思えないイラスト、最終的には合体してアーゼウスになります。これね、多分もう一枚あるのよ。こっちのパックもね、多分アロマーズクォーターセンチュリーなんだよ。はい、うわー、外したか。デュエリストアドベント、ペンデュラムデッキに入るカードですね。なるほどね。え、ワンボックスから2枚出たんだけど、クォーターセンチュリー。うわー、ちょっとメルフィーデッキ組みたくなっちゃうな。1ボックス目はこの2枚が出ました。2枚出るの？すごいな。ただ、決してきっといい当たりとは言えなかった気がします。俺が狙えばブラックマジシャンガールのみ。2ボックス目、いきましょう。はい、というわけで2ボックス目開けていきましょう。いやー、ちょっとどうだったんだろうな。デュエリストアドベントとかは多分露骨に、てんてんてんなのかもしれない。わかんない。魔術師ガチ勢からすると嬉しいのかもしれないけど、ただメルフィーはちょっと俺組んだこともないからな。そもそもパピーのレアリティであんな高いのが今まであったのかっていう、ちょっと価値はわからないですけども、続いて2ボックス目開けていきましょう。多分被りが多くなってくると思うので、3パックずつまとめて開けていきます。カードだけマジで切らないようにしますね。いきます。もうアンティグギアスタート。そもそもスクォーターセンチュリーがここにはなさげですね。アンティークギアデカゴーレム。ん？ん？ブラックマジシャン！かっけー！初期のこのブラックマジシャン入ってるんだ。もうウルトラレアぐらいがちょうどいい気がするんだよな。かっこいい。至高のイラストですね。
いろんなブラックマジシャンのイラストあるんですけども、僕はこれが一番個人的にはかっこいいと思っています。レディーデバッカーのシク、ミミクリーレイニアス、アシドク、ヒータもあるんだ、マスカレーナのシク、はい、クローズのヒギ、デカゴーレム、うわ、黒の魔導士、懐かしい、はい、ダルクの宿。やっぱこのブラマジいいよね、この、わかる？ザですよね。ね、ブラマジといえばこれだよな。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、次の3パックいきましょう。はい、いきます。まずはクォーターセンチュリーチェック。これあるね、明らか一枠だけ色違うね、後で見るね。次の3パックいきます。チョキ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 と、はい、クォーターセンチュリーチェック、これは大丈夫そう。いきましょう。懐かしいブリガンラインとかマジで懐い。シンクロンキャリア、ちょっと誰かわかんないですね。レイダーズナイトはわかるよ。これはもう本当に。サイバースイッチ。アシッドもわかる。夏。コードジェネレーターもわかる。知ってる世代のカード来るとマジでテンション。ブラックホールも入ってんの？熱っ。めっちゃテンション上がるんだけど。ジャスメントドラグーン。ジャスメントドラグーンの、これレリーフだね。アルティメトレアです。かっこいい。アンティグギアのリンク。キャッシーちゃんね。マスクチェンジ。ギアタウン。いいね。昔の環境カード。そして、歴史的なブラックマジシャンとか、ブラックホールとか、レジェンドのカードも入ってるのね、このパック。次の3パック、開けていきます。クォーターセンチュリー2枚確定なのかな？とりあえず今1枚は確保して、クォーターセンチュリーチェック。あ、あるわ。光り方が完全におかしいもん、ここだけ。あとで見ます。じゃあこれもう、クォーターセンチュリー2枚確定なのか。普通ワンボックスに1枚あるかないかみたいなイメージだけど。記念パックだからちょっと多めにしてくれてんのかな。で、なんとこれはなさそうですね。見ていきましょう。アンティークギアハウンドドッグ、融合！うわぁ、ミラクルフュージョン。シドックの魔術の宿、ズババ番長も入ってんだ。ソーラーエクスチェンジ。うわぁ、レイドラプターどれ知らないこの人。リンクリボの宿、ナンバーズプロテクト、ペインレイニアス、ブレイクソードアッツ。これはめちゃくちゃ強いのはわかる。サイバーネットコーデックの宿。はい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 。では皆さんお待たせいたしました。こちらにクォーターセンチュリーが2枚確定しております。早速見ていきましょう。フェイバリットコンタクト、ディスティニーヒーロー、デュナイ・アルガイ。なんか すげえこんなランクアップマジックあったっけ。ユートピア・フォース、光の援軍の宿、ルミナス、スターダスト・イルミネイト、光彩の魔術師。うーわ、際どい。多分外れです。横見たらというか首振ってます。軽眼の魔術師のクォーターセンチュリーレアですね。まあ、このカード自体魔術師デッキにはもう必須。今どうなんだろうな。めちゃくちゃ強かった気がするんですけど、いや光り方いかついな。はいはいはい。いやちょっと渋い結果の気がするな今のところ。強いカードなんですけども、なんかちょっともう一声欲しいなって、もう一ブラックマジシャンガール欲しいなって思います。さあもう一枚にかけていきましょう。ファイアーウォールドラゴンダークフルードも入ってんだ。ドドドドワーフ、ドッペルウォーリアー、パラレルエクシードの宿よく見るな、ディーフォース、ファイトノートドミニオン、キュリオス、ファイアーウォールドラゴンダークフルード、ネオテンペス。何これ、こんな名前長いファイアーウォールドラゴンいたの、すごいな。あー、アンティークギアゴーレム、わっ、マスクヒーローブラスト、ジャンクシンクロン、コズミックブレイザーも入ってるのね。あ、アルティメットレアのアンティーグギアカタパルト。なるほど。やばい、もうこれ次で、やばい。フェリスタンの次。あ、この次、マジシャンズナビゲート。次が、はい。あ、マスターオブカオス、なんかいい流れ来てる。マジシャンズナビゲートで呼び出されたマスターオブカオスの隣にいる女は誰かって。ブラックマジシャンガールですよ。まず、カードの種類見ましょう。カード、トラップカードってなんだ。はい、天罰が下りました。ライトロードの裁きのクォーターセンチュリーレアです。裁き下ったわこれ。あー、もう5箱開けたい。はい、というわけで2ボックス開けたクォーターセンチュリーシークレットレアの結果こんな感じになりました。いやー、まあ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 、ちょっと最後裁きは下ってしまいました。天罰が落ちつつ、メルフィーパピー、めちゃくちゃ可愛いモンスターのクォーターセンチュリーシークレット当たりました。いや、これメルフィーパピーのこれまでのレアリティが何があるかによってはすごい価値が上がりそう。なんかジレアのイメージあるんだよなパピー。ひょっとしたらすごい価値が上がる気がします。
で、俺遊戯王カード復帰したの大学3年生の時に、アニメで遊戯王アーク5ペンデュラムのアニメがやってる時に復帰したので、もうここら辺はすごい思い入れのあるカードなので、ちょっとね、あの悪い意味で運命に引き寄せられたんだと思います。ブラックマジシャンガール欲しかったなあのイラスト。ちょっと2ボックスしか買えなかったんですけども、来月またユニティじゃなくてサイドプライドの方が出るので、そちらもちょっと開けるの楽しみです。どんなカードが入っているのでしょうか。以上、今日選手者ありがとうございました。